はい、えー、皆さんこんにちは今日もチャンネル安の時間がやってまいりました今年最初のチャンネル安ということで今日も素晴らしいゲストの方に来ていただいております、えー、今日のゲストはですね、えー、世界的なトップランキングの、えー、ビジネススクールスイスに拠点がありますけれども IMD で長年教鞭を取られておりますそして一橋大学名誉教授であられます 一条先生に来ていただきました一条先生今日はどうもお忙しいところありがとうございますありがとうございます、ね、今年初めてにお呼びいただくので本当に光栄ですありがとうございましたあ,ありがとうございますちょっと最初に謝らないといけないんですけど先日世界経営者会議で対談する予定だったんですけど、ね、ちょうど確かインフルエンザになってしまいまして残念でしたあドタキャン、えー、しましてですね急遽あのうちの山口の方にピンチヒッターで 山口さん素晴らしいね、あのセッションやっていただいた。そうなんですよ。いろんな人から、ヒろさんじゃなくて、山口さんの方で良かったわと。いや、非常にね、すごく面白かったですね。ダイナミックでインタラクティブで。あの、すごくやっぱポイント、学びがすごく多かったって、前日、あの話で。すごそ好評でした。いや、本当助かりました。あの。はい。ということでですね、先生は、あのスイスで、の。ローザンヌ。にあります。I. M. D. ということなんですけど、まさにもう日本だ。日本とスイスも行ったり来たり。ですか行ったり来たりします。 どのぐらいの頻度で。もう最低毎月必ず一回は、あのてマ1回、ええ。まあ、あのー、多い時には二回ぐらい、あの、戻ってくることもあります。けどあそうです。か、はい、多分直行便ないから、乗りすぎとか。いや、大体、あのーまあ、あの、まあ、僕は最近、ロンドン経由で行く場合が多いんですけども、<ー>ロンドンまで十四時間。はあ、で、それで、二時間ぐらい待って、そして、大体一時間半でジュネーブ着いて。うん で、そしてそこから家まで1時間ぐらいみたいな形で、それで時差があります、うん、まあ本当にドアとドアで本当に下手したら24時間ですよ、ああ、そうですか、それを月1回、2回、疲れますうーん、またひたすら寝ますね、<laughs> <laughs> そしたらあの、素晴らしいパナソニックの <laughs> あの AV システムのおかげで、そうですか、ありがとうございます、あの何回も同じものを見て、ですね、<laughs> あこれはこういう意味だったのかっていうね。 あ <laughs> 一回じゃ見ないことある、ね、分かんないときあるんで、です楽しんでます<ー>はいそして、その IMD っていうビジネススクールなんですけど、うちも NBA 派遣制度を始めまして、ですね 1> <っ>で第1号が、えー、MEBD の出身の柴田さんがですね、IMD でお世話になって、ね、ありがとうございましたありがとうございました。 いや、あの柴田さんに本当に感謝して、その日本人のまあのまとめ役にもやってくださって、そそっで,でそして僕もあの柴田さんがアレンジした、うん、一緒に食事会をやったりとかですね、<ー>すごくす、ね、あの楽しみました。そもそも一学年何人ぐらいいて日本人何人ぐらいいるんですか。AMD のあの NBA はすごくちっちゃくてですね、うん、あのまああの今年あの百人ぐらいですね、あ<ー>まあ九十から百人ぐらいのところなんですけど、ね、これは,はい、はい、あの。 ハーバードなんかと比べると百人、もう全然違います、ですから、われわれはすご,すごくやっぱり小さなプログラムですけれども、それでもやはり特にリーダーシップに特化した m b a として、非常に高い評価を受けてるんですけど、もむしろわれわれは m b a よりも、むしろ経営者育成、エグゼクティブの,あの教育のほうが、むしろ多いんですね、中心なんです。 ですからあの一番最大のプログラムであればキャンパスには500人ぐらい集まりますのでしかもあ<ー>あのあスイス・ローザンでありますけれども受講生はもう世界中から来て、えーまあ、もちろんヨーロッパは一番多いですけれどもアフリカ、うん、中東、南米、えー、そしてアメリカもちろんそして日本からも、うん、あの来て本当に多様な中においてしますじゃあ NBA プログラムということで若い人だけじゃなくて。 そうです NBA、ね、の,の方っていうのは、大体30歳プラスマイナス2歳ぐらいが大体平均なんですけれども、いわゆるエグゼクティブになってくると、35歳から上ぐらい、えー、でそしてまあ40代後半、50代前半ぐらいの人たちが中心になってい、うん、そうですか、そうすると宿泊施設なんかも結構完備されていて、えー、あのただしあの IMD では宿泊施設は持ってなくて、近くにある。うん ホテルがありまして、そこと提携して、そこに住んで、一番近いホテルだったらキャンパスまで歩いて5分もかからないので、そこからキャンパスに通って勉強して、そしてまたキャンパスのホテルモデルみたいなそういう生活が勉強づけっていう感じですかね。勉強けですねただし、一応往復短いですけど、景色は綺麗ですし、キャンパスからも、教室からつちょっとレマンコに面してるんで、それを見るだけでも心が癒されますから。聞いてるだけでなんか 光景が浮かびますけど、素晴らしいところでしょうね。うん、あと特にあの IWD ではすごく大事にしているのは食事なんですね。うん、あのキャンパスではランチを食べるんですけども、ええ、そのランチを食べるレストランがですね、名前がグローバルミーティングプレイスと名前がついてます、ね。ええ、で、これは昼ご飯のところに行って、うん、まあお昼ご飯いたい一時間ぐらいなんですけども、うん、そこで、えー、テーブルあのー、食べるわけです、ね。ええ、ただそこのところで実は その世界中から来る人々とお昼の間、どういう話をするか、どんなトピックで会話するかということが実はグローバルで会話するリーダーにとってすごく大事なんだ、例えばそこに置いて、そうしたところで英語を話すってことも大事になりますけど、別にそこで綺麗な英語で話すということは問題ではなくて、やっぱり文化的な壁を越えても共通のトピックがあるかどうか、そういうこ葉はすごく大事だよということで、ですからランチもグローバルミーティングプレイスという形になってます。 ですからそれはあのエグゼクティブもそうですし、あのしばさんあの NBA もやっぱりそのランチでみんなといろいろワイワイガヤガ喋るってことすごく。だからキャンパスのど真ん中にレッストランあるんですよ。ああなるほどね。すごく立派な建物、えー。はあ。で食事も美味しいと。美味しいですね。ああ<ー>。なんかいい学校ですね。いやいい学校、えー。まあそんな中ちょっとあのよく言われるのは日本人の学生はあるいは日本人はあもうおとなしいすぎて。 そういうい輪の中にもなかなかこう入っていかないっていうのはよく言われましたけど、うん、そんなことは全然ないですかまあ全般的にまだそういう傾向は強いかもしれませんよね、うん、あのどうしてもあの日本人はなんかあの遠慮しちゃうっていうところがあって、うん、やっぱ特にあの日本人の方は英語に関してやっぱりハンディキャップを持っていらっしゃる方がいる、うん、ですからきれいな発音をしないとだめなんじゃないかということは、どうしてもすぐにためらいになっちゃってしまって、うん、そこで一歩遅れるってことあるんですね、うん。うん、ただ IMD に来て分かることは なんだ本当、英語にはいろんな英語あるんだと、うん、何か英語って日本人はどうしても綺麗な発音しないといけないみたいな感じがするんですけども、も、うん、ああ見ての先生もすごくいろんな英語をしゃべります <laughs> あの、フランス人の先生はだいたいたエッチが消える英語ですし、ラテン系の先生はほ、まあ、とんどんまさにラテン系的いな英語になってくるし、日本人が L と R がなんとかとか、い、ま、ろ、あ <laughs> うん、んなその英語がある、だからそれでも通じるわけですよね、<ー>だから全然恥じる必要はなくて。 やっぱりそこでやっぱりみんなに伝えたい意欲があるかどうか、うん、そしてまたみんなに興味を持つトピックがあるかどうかということは、むしろ、英語の上手にはるかに大事なんですよね、うんうん、なんか音を発するということが、やっぱり上達につながるということですから、どん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 話していければ、うん、あこいつの英語はこういう英語なんだなって言われると、<laughs> そういうふうに向こうに対応してくると思うんですよね <laughs> そんななんかいろんな英語でぐちゃぐちゃぐちゃした中で、教える、あるいは聞き取って。 みんなをまとめていくと大変なです、ね、いやあのそれはあの大変でやっぱり、うん、あの聞くっていうことにするとさっき言ったその我々もやっぱりなまりある英語しゃべるわけですから受講の方もすごく なまりがある英語であるとか、うん、ずっとしゃべりだしたら終わらない、あ,<ー>あるアジア系の英語の方とかいらっしゃるんですよ、<ー>いつもこの話が終わるんだみたいな話で、ね、でこれは途中、うまままっこう切らないといけないし、それはあのこっちの方も大変ですし、うん、あとやっぱりわれわれもやっぱりこの英語ってことを伝えるってことやっりそれはやっぱ工夫しますよね、僕もやっぱり僕にとっては日本語ってのは、あくまでも第ご国語ですので。うんうん それはやっぱりあのお、まあ、ネイティブレあスピーカーとは全然違いますから、うん、やっぱり、今でも僕は IMD では初めて教えたのは2003年から9年までか、それからいでその間、うん、あと一橋一戻ってたんで、うん、でまた2022年から復活しましたけど、今でもやっぱり重要なセッションの場合には絶対自分で練習します、うん、ですから、今でもまあ,ある意味ではロールプレイするわけですね。例えばうん 一つのセッションでやっぱ4時間のセッション、ええ、で4時間のセッションの時必ずどういうそのスケジュールでやるか、ってコンテンツ考えますよね、それでそれを考えて、うんうん、で今度それに座って冒頭の時にどんなようなことを言うかとてことはやっぱ考えて、それでスライドを用意して、うんで、それを頭の中に入れて、で例えば歩きながらあの、うん、どういうことをやるかなっていうのを練習します、ええはあ、で僕はだからなるべく、うんうまあ、健康のためにってこともあるんだけど、歩くようにしていて。ええ IMD のキャンパスまで歩いていくとあの35分ぐらいのか家からですかまあこれいいんですけどレバン・コハン歩くんで、うん、結構気分にいいんですその時に必ず、うん、冬はちょっと寒いかもしれないですね英語のセッションのことを口で言いながらあの歩きますは<ー>でそれで練習しますは<ー>やっぱそういうことをやっぱしないとやっぱ私もよくあるんですけどなんかものすごい鉛の,あのきつい人が英語しゃべってきた時にもう一回言ってくれるって 聞くんですけど1回は言えるんですけど、2回、3回分かんなくとなると、もう聞けなくなって、分かったふりしちゃうみたいなね、うんそうなうるんですけど、そこら辺、大、ま、体、あ、いいそのやっぱ国によっていろいろ癖あると思いますど、うん、どこら辺のところかなっていうのは、それは、うん、まあ掴むようにするって、それはまあ現場での訓練っていうのはあるかもしれません、ね、大変ですね、先生ともなりますとね、聞き返してたら、なんだこの先生ってなりますもんね。 訓練ですよねやっぱりそういうことをどん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 触れていく、そして失敗するかもしれないけど、それもまあ一つの経験、そこからもどん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 学んでいく、まあそれはもうやっていくしかないと思いますよ、とにかくやっぱり英語をあんまりあの恥ずかしがらず、どん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 言うことですよね。あとはやっぱりちょっとしたことですけど、やっぱりどういう英語になるかな、フレーズかっていうのはちょっとやっぱ慣れるようにしていく。だからその しゃべらなくても、例えば新聞とかを必ずこのトピックだったらどういうヘッドラインで書いていくかなってことを頭の中に入れて、うんうん、例えばプレゼンテーションは全部ヘッドラインの連続じゃないですか、うん、だからどういうフレーズでその言葉が書いているかってことを頭に入れると、やっぱりだんだんと日本人的なこの長いわーっていうようなものから短くコンパクトに言うっていうなんかスキルがだんだんついてきます、そういうことをやるのも一つ工夫かもしれないです。んあ,あととかか教えてていいくとあこいつはあのもう当てる前からこの ここういううういと言うだろうなみたいな,なか,分かってくる時あるん、ですかあのー、多分そこら辺はハーバードの先生って一番得意だと思うんですけども、も、うん、こいつはなんか喋り出そうだなってやつ、ぱっとこれ当てる、<laughs> でそうやってそこで喋って、だんだんと授業を盛り上げさせていくっていうのは、やっぱりすごい、我々はだから、レクチャーは一,緒に一切やらないんで、<ー>だから必ずファシリテーション、うん、でそうしたところで、そうすると、実際に、あこの人は結構。 つ,っつけやすいやなとかいじりやすいなとかそういう人をやっぱり見つけてやるだからそれは <laughs> あ<ー>別にやっぱりそうやってみんなが最大に学べるように授業があるまあそれはまあ英語じゃなくても日本語でも同じだと思うんですけど、ね、エンターテインメントの要素も、ね、ないとです、ね、面白くないですけね、えーえー、で外資系だとやはりあの上司が部下からこう評価されたりするんですけどやっぱり生徒から評価されるもちろんもう僕たちは毎回そのすべて授業がっわった後とエバリエーション<わ>で全部それを出さないますあ でそれでもう、あのー、我々、IMD ってすごく面白い仕組みをいろいろ持っていまして、はい、まず我々、先生に永久就職権ないんです、いわゆるこれ英語で言って<ー>テニュアっていうのは、まあ、例えばハーバードなんかであれば例えばまあ6年ぐらいのテニュアリビリーの期間があって、うんで、その間に最高の授業、最高の研究、で最高の大学あ貢献があると、そこで初めてテニュアが取れるっていう仕組み。うんうん IMD は最初から手にはないんです、うんうん、もうそのレビューも何もない,んだいですから、そこで常に最高の授業、最高の研究、最高の学内貢献ができないかりはあいバイバイになっちゃうんうです、その中においては授業との評価ってすごく大事うん、うん、ですから、まあ、我々のモードのところでは5点満点のところで絶対的に4点以上は取らなかったら絶対だめ、4点台のなるべく後半のところを取らないとだめですから、そのためにやっぱり みんなにどういうことを教えられるか、どういうことはどんなふうに伝えたらいいだろうかとか、ことをするのです必死にあの考えてやるし、そこでもし万が一悪い点がついちゃったらば、ガクンってきます 日本もあれですね、上司が部下からもっと評価される制度、あるいは先生も生徒から評価される制度、いやあれやったほうが絶対伸びると思います、すね、特に先生なんて日本のところだと、なんとなく先生になんか言っちゃいけないみたいなのがあるから、それはもうう大間違いですよ<ー>そうですす、ね、よそそねれがやらないから、絶対授業の内容もよくならないと思います、うんうん、間違いは全然、ね、認めない先生がありますから。僕なんかもだそれは 本われわれの間でもあって、例えば授業でたまたま僕がプログラムダイレクター、中心の担当責任者やってるプログラムである先生が授業やってもらって、成績が悪かった場合、すぐ連絡します、何がいけなかったんだ、どこがいけなかったか教えてくれ、とじゃあどうしたらいいか教えてくれもと、とりあえずフィードバックをもう謙虚に聞いて、それを次に授業に反映させると、本当に一生懸命やってます常に緊張感ですね、それはね、すごい緊張感あります。 それはスイスでやられて、後の半分はこの日本のいろんな企業のまあテーラーメイドプログラムというんですかねいろいろそういうカスタマイズのプログラムを含めて、やってるそうですね,ねやはり特にあのアービディーにおいては、その企業の特性に応じた、その企業の課題を克服する、もしくはその企業の強みを最大に発揮させるとのプログラム作りってすごく大事なんで強いんですね。ですからそのためには もちろんプログラムの内容とか運営の方を考えるにあたって、その企業の方々と十分話し合う、例えばあの樋口社長と話し合って、どういうことが今、課題なのか、うん、どんなことを期待するのか、うん、何が問題なのかということを聞いた上で、うん、じゃあ、そのためだったらこういうセッションが必要ですね、うん、もしくはこういうことをやった方がいいですね、うん、ということを考えて、やっぱそのためにはあのスイスに遠離れていてやるだけじゃやっぱだめなんですね。ややっっぱぱりどうしても現現地現物、うん まあ特に大事なのは、その会社に行ってオフィスに行く、うん、そこでオフィスにいるだけでなんとなく暗黙的にカルチャー感じますよね,、うんね、こんな雰囲気でやってるんだと、そうするとやっぱりそれをなんか口頭でうちの会社はこうこうこうですということにもやっぱりその場のに足をむ、うん、踏み込むのがはるかに多くのことを学べるんで、そのためにやっぱり準備のためにもそういうことが、うんそ,うん、そうしますとその想像するにやっぱりこのまあ失われた30年とかよく,よく言われますけど、今の日本企業のニーズとしてはもう変わる。 やっぱり、あのー、この失われた2030年の一つの大きな結果は、あの時世界ってのはまさにそのグローバル化の,この局面が大きく変わると、うん、そうすると今までは例えば欧米だ、アメリカだ、ヨーロッパみたいだったんだけど、むしろこれからはむしろアジア、アフリカといったどんどん新しいところがグローバルな大きな活躍の場になってくる。そうすると それはやっぱり欧米の人たちも知らないですからうん、うん、そうするとやっぱり世界の中にどん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 行って現地現物性そうした場によって学ばないといけないっていうのがあって、グローバルな環境の中で学ぶっていうニーズがその2000年代すぐわーっと伸びていったんですね。だから日本の場合には むしろ樋口社長の時代の時にはものすごいそれがあったんだけど、し1年の時にはそれがむしろなくなっちゃったんですっ、世界世界とはグローバルに学ぼうと言った時に、むしろ逆に中に閉じちゃった、逆行現象が起こっちゃったっていうのは僕は非常に大きな問題だと思っていて、ですからそうしたところにおいてももまさに変わる、世界の中にもっとどん入り込んで、まさに多様性を実感しながらうん、うん、自分たちの仕事の在り方、会社の在り方を変えるってことをや,っぱりやることが今、まさに。 今ようやく日本はダンブエンジンが変わってきた。エンジンが変わってますか。あれを、うん、あのさらに続けていくために僕はすごく大事だと思います、ねうん。まあ世界が見えてないとかそういったものにこう渦の中にないとやっぱり正しい侵略をまず立てられないっていう問題がありますよね。わからないですよね。わからないですから。やっぱり世界の中でまあた例えばやっぱり今。 あのまあ、ヨーロッパは特にま,あ,そのまたあるかもしれないけど、ウクライナであるとか、うん、今回のガザであるとか、うん、そうしたすごく大きな緊張感の中においても、ビジネスをやっぱ考える、自分たちの生活を考える、うんうん、それがどういうものかっていうのは、やっぱり、うん、やっぱり、登さん日本の中にいると、なんとなくやな、やっぱり、理屈続きで、うん、そういったものをまさにその時の判断が自分たち国にどうなるか分からない、うん、それが企業にとってどういう影響を与えるか分からないという中でのやっぱり、 仕事生活とはやっぱり大分違うと思いますよ、ね、うそういったまあ戦略戦い方とは別にまたそのそれぞれのその機能軸って言いますかね。人事、ファイナンス、IT、マーケティング、ダイバーシティ、いろんなものの近代化もこれこの20年ぐらいで世界を見てない分ちょっと遅れてきた。いや遅れてると思いますよね。ですからまあまあ特にさすがにやっぱりその事業でグローバルなそのいろんな向けた商品のところ選ばれあるかもしれないけど今度、うん、ます まますますこの世界にいらなくなっちゃったところにおいて内部、うん、人事、うん、そしたらファンクション、機能軸というのは<状>ますます売れなくなっちゃってきているから、うん、だから今それが例えばデジタルであるとか AI の影響をものすごく今受けてるところですよね、うん、だからむしろ逆にそうした人々こそ、うん、今の世界でどんな大変化どれだけ急速のスピードで起こってるかってことはやっぱつかまないといけないいいととけ思うんですよやること多いですね。 まあそんな中ちょっといつも疑問に思ってるって言ったら失礼なんですけどもまあ先生はずっとアカデミックの世界にいてもう経営の世界ではもう一応、先生をし知らない人はもう無理だというぐらいなんですけどもいかにそのやっぱり経営の実体験えというところ、現場感覚ですね。これがないととちょっとお 何かな説得力といいますかそういうのはあるんだと思うんですけどどうやってその現場感というのはまず一つには、うん、僕は良かったなと思うのはあの僕は経営学の博士後校2時間大学で行ったんですけども、うん、その時についた先生がノール・ティッシーという先生で、えー、今でもご元気ですけども彼は、まあ、当時飛ぶ鳥を撃き落とす勢いだったジーっていう会社、はい、ジャック・フレッジの懐かしかったであそうなんですか、うん、でか彼がやったのはとにかく経営学というのは実践学だから。ああ もうとにかく机上のじゃ、うん、とにかく現場で学べっていうことをすごく教えてくれたんですね、<ー>ですからす、うんあの、まずそうしたところが学びというところにおいても、いわゆる理論とかそうしたことに終わらず、現場、実学ということをやって、うんうん、そしてまた一つ橋に戻ってきた時もあも僕の師、まあ、がのの野永先生だって、うん、野永先生も実学というところにおいて、企業の中において入り込んでやるってことをすごくやっぱり教えてくださっあそれを実践したっていうのがまず基盤としてあるんですが。すですそうしたことから あの企業との関係も深くなって、そして、うん、まああの非常ありがたいことに社外取締役みたいな形で呼んでいただく、そうしたところであの実学というところで学ぶということすごく経験もするので、ここはあの注意しないといけないんですけどあくまでの社外取締役の場合にはやっぱ経営という形でのやっぱ的な観点企業価値の最大化という観点からのさ、うん、まざまな付加価値の提供ですから、あんまりオペレーションのところに張り込んじゃやっぱりいけないというん、うん、ってことももちろんあるんですけど、ただ 僕としては、ある会社の場合にはこの会社のことを本当に知ろうと思ったらば、やっぱり取締役会に出るだけじゃだめだとわからない、ああだからその会社では午前中、必ず部長会をやるんですよね、ああ僕はね、必ず部長会が出るんです、<ー>で、そこで今、どういうことが起こっているのか、何が起こっているのかということを分かった上で、うん、やっぱ取締役会に出てくるとやっぱ全然違ってくる、ただその時には現場の判断に引きずられないようにしないといけないというのはありますけれども。うん やっぱそういうところで工場に行く、社員の方とはやる、そして部長会に行く、うん、そして月3に何が起こっているのかということをやっぱりなるべく掴むようにしていくというのはやっぱあるると思いいますす、はい、なるほど素晴らしいですね、はい、でちょっと前にあのポロっと出ましたけど AI、はい、特にもう生成 AI がすごくブームになってますけれども、もう経営教育という場でもやはり生成 AI が。 かなり使われれめめててもう使われ始めてます特に我々にとってすごくあ,の、まあ、ある意味では危機感を持って捉えた問題であって、うん、あのやはり生成、えー、や i が非常に渡られた2022年11月ぐらいから、ですよね、うん、早速2023年の1月には我々で勉強会やって、うん、これが出てきた中において、我々の教え方はどう変わらないといけないのかとあ<ー>まあいうことをすごく学んだんですね。 例えば私の専門である、まあ、知識創造って組織でどうやってやるんですかって言ってある程度、バッとわざ授業でできることが出てくるわけですよ、<laughs> そ,うするとそうしたことをみんなわざわざ IMD に来なくてもわ <laughs> わ、ま、分かるという中においてじゃあ われわれの付加価値はどういうことなんだろうかってことはやっぱずっともうこの1年以上やり続けて、今年の1月もまた先生の合宿があったんですけどその時にもう全部その AI をどうやって授業に組み込むか、ですからもう今このところではその AI を組み込んだ授業のやり方、授業のデザイン、そういうことを今やるようにしてます、ね。 日本ではなんかリスクばっかり論議されていますけれどもして、早くも前向きにこう取り込むことからですから、まあ、起こった変化から逃げることはできない、うん、となったら、その変化にやっぱ正面からぶつかっていかないといけない、その正面からぶつかってそれに対してもう打ち勝つ力をつけないといけない、それはやっぱりまず s s l a っを使いこなさないといけないし、そしてそれを使って自分たちの授業をどう変えるかということをやらないといけない。それは多分 おそららくこれからの、まあ、特にあの海外の方々っていうのはそうした最先端のものを使った授業をやれない先生はだめだって判断しますから、多分、その授業でも、まあ、先ほど我々はすごく授業評価厳しく見られているとありましたけども、もそうした生成 AI があるということを前提とした授業の進め方をやらない授業は多分相当低い評価になっちゃうと思<ー>となると、そういう低い評価をすく先生はもう IMD に残れなくなっちゃいますから、当然そこで我々はやっぱりどう授業をやるか。そそれは例えばその、うん おそらくく外ってくるの事業の前工程から準備のところからやっぱり入ってくる、うん、そしてやった時、そして今度はあとフローアップ、そうしたところにどう自分がやるべきことと、うん、そして生成 AI でやるべきことをやっぱうまく組み合わせていく。 そうすることによってある意味では僕が先言語機器の経営、もう,んうん、うん、ちゃん生成 AI とを活用した、うん、それであの学ぶ人にとってのベネフィットとうん、うん、そして我々じゃないとできないことのベネフィットこれを両方提供することをちゃんと授業で組み込んでいかないといけないなという感じになってきてます。そうしますとその先ほどおっしゃったもう現場で何が起こっているかということとの関連理,理論との関連性をどう結びつけられるか、そういうやっぱりリアルケースの 学びっていうものが、より付加価値が高くなってそうますね、ますますがリアルケースだと思います、うんうん、実際に例えばそうしたチャット g p t なんか、AI なんか使いながらもどんな変化が起こっているのか、やっぱりその実際のリアルの生の現場感覚を基づいた事例ですよね、うん、でそれをどん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 でいくことが大事だと思いますし、うんうん、それを今度そこから学んでいく、うんうん、でそれがますますあの大事になってくるんじゃないかなと、だから一方での,、まあ、あの先生成 AI 等を活用して徹底的に形式値をもうどこよりも早く。 非常にかなりの皇室の形式地、あるいは文章とか字に数字になった知識を掴んでいくと同時に、やっぱりまだ現段階においては人間にしかないできない皇室の暗黙知、それはやっぱりどれだけ豊かなリアルケース、現場感覚に基づいた、ケースに基づいた皇室的な地を作るかということがやっぱりすごく大事になってくると思いますよね。 ちょっと話変わるんですけど私はまあ特に本当に一つのことしかできないしなんか気になることあったらずっと気になっちゃうんですけども先生もスイスのあれビジネス教え,教えられて日本のいろんな企業のお仕事もされて社外役員もされてよくこんなマルチタスクがね、うん、できるなとまあなんか秘訣あるんですか、まあ、まあマルチタスクってなんかいろんなことやってるようなだからそれはすべてやっぱり なんて一本に繋がっていて、うん、やっぱりそれはやっぱり企業、そしてまたある意味は日本、世界経済の本当の発展に貢献したいっていう大きなベクトルにやっぱり繋がってるから、うん、あんまりそのいろんなことなんか手だてしてるっていう感じはしないんですね。うん、ですから、やっぱりこうあのいうふうに今日この場に呼んでいただいてこういうふうに樋口社長このお話いただく。 それをお聞かせいただくと、ものすごくやっぱり私にとって学びになりますし、そうしたことはいろんな形で有形無形で僕の次の授業とかにやっぱり生かされてくると思うんです、あ<ー>まあ特にやっぱり僕はやっぱりこういうポイントあのおビジネスリーダーの監督ってのものすごく豊かな暗黙心を持っている、んそれ実践させられた知識、それは我々はどんな逆立ちだって絶対得られない。そことは我々はそれはれもう 皆さに現場にいらっしゃる樋口社長は皆さんの学ぶしかないんですよね、うん、だそれを学んでそれをやっぱり自分のものにしていく、うん、そしてまたそこからまた逆にじゃあどんなこと我々は調べないといけないかなことを考えていくですから今日この場っていうのは私ってすごく大事な学びの場なて、うんてそうですかいや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 、そう言っていただくと本当あのありがたいんですけれどもまあそういう意味ではですねまあこの二十年三十年も変われなかった日本このまま行くとまた変わらないんじゃないかなと、うん、思っちゃうんですけど 先生から見られてですね、ちょっと日本企業にこう、喝、喝を入れるとしたら、どういう。 もっともっと大胆にいかないとわないやっぱそうですね、はい、あの今、こういうふうに世界が非常にあの注目して、えー、くれてきてるといいと思うんですね、2 0 2 0年の後半ぐらいからバフェットさんがまあ一気に中国の方からお金を抜いて、うん、投資先を日本に入れてきたということはすごくいい、うんうん、それは,やはり日本というのは非常にある意味では不確性がまだまだ低いし、うん、であのデモクラクティックだし、安全であるし、まあ、いろんなことがあると思うんだけど、うんうん、ある意味では逆に。その、まあ こっちじゃなかったからこっちみたいなところあると思うんですねここはやっぱりやっぱり日本なんだやっぱり日本というものがやっぱり世界にとってものすごく大事なんだっていう本当に変わった新しい日本の姿をやっぱ待ってると思うんですよそうしないとやっぱり今は結局あるところが被告発生強いからのセカンドチョイスになったりとか、うん まあ、たまたま結局、今はものすごくやっぱり日本は円が安いですから、うん、まあこれはやっぱ投資先としてすごくおいしいところになってしまう、どちょっちかというと、そのある意味では、まあ、ディフェンシブといあ,あまり積極的じゃないところ、うんうん、やっぱこのところにおいてやっぱ本当に日本は変わってきたんだと、うん、やっぱそれがやっぱ新しい考え方、新しい発想、新しい行動、新しい、ででやっぱどんどん示していかないと。 やっぱりやっぱり日本ってのは変わってないなって言ってまたしぼんじゃうと思うんで、うん、<laughs> なるほどなるほどね頑張らないといけないですね今年やっぱり正念場だと思いますよね、うん、今年はね、ええ、ああそうですかはいというふうに本当に忙しいあのー、先生なんですけどもこの時間があるときとかき気分転換とか余暇とかってどういうことですかねのスイスだからねいろいろスキーしたりいろいろあ<ー>あ<ー>やっぱりあの,のスキーはちょっとあのー。 去年、妻が足骨折しちゃって、からですね<あ>やっぱりこの家族とあ,のあれだったので、そのはちょっとスキー入れてないんですけど、だからやっぱりあのまず一つはね、ねやっぱり僕は移動することが結構好きなんですよ、ね、世界中いろいろ行くことはすごくやっぱ楽しくて。<laughs> でそこであのい,いろんな人々の姿とかいろんな国とかそうしたところを見るのが結構楽しいし、うん、僕は飛行機のものを結構好きだし、だからあんまりいろんなその移動するってそこでいろんなところに出かけていくってことはやっぱ全然苦にならない、そこで常に新しいことを学べるっていうのはまあすごくエキサイティングでだから、まあ、疲れるでしょうってよくそんなことやってるねって言われることもあるんですけど、うん、結構面白いですよ、ねうん、あに 別の場所に持っていくっていうのは、発想面です大事です大事だと思いますうん、うん、やっぱり同じところにいるだけだとやっぱり刺激がないし、やっぱり、まあ、日本はやっぱ素晴らしい国だと思います、本当に安心安全だし、食事は美いしいし、今回のように能登で大変な、ね、あのことがあって、本当にその沖縄だと思いますけども、もだからやっぱりあの、今度そこを出てみると、 ままあ、まあとにかく面白いいろんな国の人といろんなことのぶつかり合いがある、うんうん、例えば僕が IMD で仕事をしている時の一つのチームで行くと僕の,あの秘書はタチアナ、うんえー、彼女はこれスラブ系ですよね、うん、それで一番仕事をする、えー、あのマリアはスペイン人、うんえー、そしてラーニングマネージャーって僕の懐かしい、うん、女子みたいになってくれるのは。うん パレスチナ人、<ー>そして、うん、マーケティング担当のすごくまた仲いい人がルーはイタリア人<ー>みたいな人とワンチームになって仕事してやるんですよね、<ー>でそして今度もう一人、ビジネスコーチをやってるナンシーっていうのはインド出身で南アフリカに行って、うん、すごく苦労しながら大活躍してアントレプレナーになっていったみたい、うんまあこんな人たちとして仕事すると、うん、すっごく面白いですよね、これね。うん だからそれはちょっとなかなか日本においては体験できない、だからすごく面倒くさいこともあるし、うん、なんでこうなのみたいなことを思うこともあるけど、だからそれも一つだよねと、うんうん、いうところで違いの面白さ、違いがやっぱり価値を生むんだなっていうのは本当にすごく実感することがあって、まあ、それはやっぱりちょっと外に出てみないとなかなか。 感じられないってたっぱありますね。まあ変わろうとしたときに、あるいはイノベーションを起こそうとしたときに、やっぱり同質な世界に中にいるのが。カンフタブルだと思い続けるのは、決していいことではないですよね思いますよ。ですから、やっぱりそれは別に外国に出なさいってい単純な話じゃなくて、ボスラ。うん 会社の中やっぱりもう本当にまあ単、単鎮譜な言い方かもしれないけれども、多様性ある人をどん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 入れていくそれは別にジェンダーとか価値観とかだけじゃナショナリティもそうだし考え方もそうだしだからそれがどうやって一つにまとまるかっていうことはすごくマネジメントの僕は妙だなとうう思っていて。 やっぱりあの、まあ、本当に単純だけども、本当にいろんな意味での対応性もっともっといろいろだけでも、だいぶここが変わってくると思いますよね。ということで、はいえー、うまくまとまったところで、ですねあの、時間が来てしまいました、あっという間ですね、今日一条先生、お忙しいこと大変ありがとうございました。